こんにちは、横浜 F マリノスクラブチップキャプテン栗原雄三です。終わっとるやん。え、なんで、それあ、こんにちは横浜 F マリノスアンバサダーの鳩です。皆さんよろしくお願いします。お願いします。ちょっとボケようか思ったんですけどやめましたやめちゃいましたか栗原さん、鳩さん、はじめまして。日向坂46の影山由佳です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。します。あれ、影山さん、いつものやつやんなくていいんですかいきます。あなたのハートにゲーゲンプレス。こんにちは、日向坂46影山由佳です。はい、よろしくお願いします。ゲーゲンプレス来ました。ハトさんに行きましたね。ありがとうございます。進行を担当させていただきます野村昭弘です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。FIFA21 オンラインセレブレーションということで、先ほど行われました FIFA21 サポーターズトーナメントの一般の部で見事優勝したサポーターの方と、そしてトーナメント参加者の中から抽選で選ばれたサポーターの方をお招きしまして、そして先ほどお二方自己紹介をしていただきましたけれども、横浜 F マリノスクラブシップキャプテン栗原雄三さん、そしてアンバサダー鳩康弘さん、お二方をお迎えして一緒にFIFA21 の対戦や一問一答のコーナーを行ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。先ほどですね、もうすでにサポーターズトーナメントの決勝というのは終了しまして、予選から栗原さん参加されてたんですよね。はい、そうなんですよ。予選敗退しました。でもなんか惜しくも2位っていうふうに聞きましたけど、あの無敗だったんですけど、はい、得失点差で出ませんでした。持ってなかったです。はい、そうなんです。どうでしたか。強かったですよ、野村さん。強かったですか。強かったですか。強かったですよ、雄三。鳩さんは今日は、にぎやかしな感じですか。僕は外野で盛り上げてました盛り上げ、やっぱ盛り上げ得意ですからもう影山さんね、はい、ゲームの方はバッチリだというふうに思いますけれども。いや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 、全然です。本当に、まあ、練習中ですね。今回この FIFA フェスアンバサダーっていうのを務めさせていただくにあたって、うん、もっともっと上手くなんなきゃなって思ってるんですけど、まあちょっとね、練習中です。はい、アイドルもやりながらゲームもやるんですか。あ、そうですね、 FIFA は大好きなので、はい、よく やらせてもらってます。楽しいというところですが、はい、サポーターズトーナメント一般の部優勝されました。自己紹介からではお願いをしていいでしょうか。はい、本日、FIFA フェス横浜 F マリノスサポーターズトーナメントを優勝しました高木と申します。高木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。高木さんですね。もう一方抽選で当選をしまして見事この場に来ることができたという。あ、こんにちは、抽選でその当選させていただきましたマリッカです。マリッカさんですね、はい、予選の際には高木さんにちょっと負けてしまって負けてしまったんですけど、ここに呼んでいただきありがとうございます。どんなゲームだったんですか、お二人の対戦は。いや、もう僕の方が一方的にやられてしまいました。あ、それだけやはりそれぐらい高木さんがすごく強かった。強かった、はい、さすが優勝者ですね。チャンピオン、はい、ということで、はいはい、まず最初のコーナーです。今日だけ何でも答えます一問一答のコーナーです。よろしくお願いします。イエーイ、よろしくお願いします。ということで、栗原さんと鳩さんにサポーターの方々からの質問に答えていただきたいというふうに思います。もう大丈夫ですか、何でも質問してもいい感じですか栗原さん、鳩さん。何でもいいですよね。はい、もうクラブに何でも喋れって言われてるんで。 OK 出てますか、ゴーサインが出てる高木さんからではお願いをしたいというふうに思いますが、僕が質問したいのは、お二方がその試合前にそのメンタルをどうやって持ち込んでその試合に臨むのかっていうのがすごく気になっていて質問させていただきたいと思います。そうですね、僕は、自信があんまなかった方なんで、とにかく練習とか、まあ、ルーティンとかそんなにやってなかったですけど、そういうのでブレないようにやって、でもここまでやったから絶対勝てるぞとかやれるぞっていう気持ちを持って試合に臨んでました。おお、なるほど、うん、ありがとうございます。まあ、僕はですね、まあ試合だからといってこう特別なことはやらずに常に平常心を保てるように自分で言い聞かせてました。ピッチに立つまでなんか自分との戦いじゃないけど冷静にいろとか自分になんか言い聞かせるようになんかこう問いかけてましたね、リトルハトに。暗示が暗示マリッカさん、では質問の方お願いします。はい、
お願いします。質問なんですけど、その練習後であったりオフの時であったりっていう時にプライベートでサッカーゲームなんかをする機会もあると思うんですけど、その時にその選手の皆さんはどのクラブを使うのかなっていうのがちょっと気になっていて、その自分が所属しているチームで自分も操作できたりするのが良いのか、それとも海外の強いクラブチームを使っていくのが多いのかっていうのがちょっと気になっているので、ご質問させていただきます。お願いします。僕っていうか、まあ今までその練習の合間とか今合宿中だったりとかして、選手も多分休みの時とかやってると思うんですけど、まあ、統計取ったわけじゃないですけど、なんとなくですけどほとんど使われてるのがやっぱバルサとかレアルとか、やっぱ海外の一流クラブの方が、うん、まあ、スピード感がやっぱ日本のチームであったりするんで、うん、そういうのが好まれて使われてるかなっていうのは。ちなみに F マリノスでそのゲーム得意な人好きな人ってのは誰なんですか？歴代のレジェンドでもいいですよ。松か、松さんもそうだし、中村俊輔さんもそうだし、はい、めちゃくちゃ強かったですね、ゲーム。あ、ゲームでも強いですね。いや、めちゃくちゃ強いです。めちゃくちゃ強い。まあ、ご自身のその感覚と戦い方っていうのは結構似てるものがあるんですか？似てるものもあるし、やっぱりそのセンスが見えますね。僕とかサッカーセンスがなかったんで、いやいや、ゲームもなんかあんまうまくできなかったですけど、シュンさんとかマッツさんとかもやっぱりゲームでもセンスを感じますね。サッカーセンス、センス。ではもう一つ高木さん質問してもらっていいですか？僕がその小さい頃から神奈川県出身なんですけど、はい、あのマリノスの結構背中を見て育ってきたというか、そういう感じがあるんですけど、そのマリノス そのユニフォームに袖を通した時のなんか初めての感覚ってどんな感覚だったのかなっていうのをちょっとお聞きしたいです。僕の場合は横浜フリーゲルスと横浜マリノスが合併をして、はい、そして横浜フリーゲルスからマリノスにこう加入することだったんですけど、まあやはり同じ横浜でのライバルチームに加入をして、ましてやっぱりこうマリノスっていうのは当時は日本代表、元日本代表が先発11人を占めるぐらいの選手層だったので、まあ本当初めてこのユニフォームに袖を通した時は、まあちょっとここでやっていけるのかなっていう不安と、逆にここでレギュラーを取ればもう日本代表だなっていうのは、この不安と希望とかこう入り混じったような感覚でしたね。雄三は？僕は中学校1年生でマリノスに入団したんで、小学校の時からマリノスに入るっていうのはすごい夢だったんで、中1の時にユニフォームをコーチから配られた時に、それを着た時にはもうむしゃぶるしました。どんな感じ？ちなみにそのトップチームでデビューした時の感覚っていうのは覚えてますか？いや、もうそれをようやくここまで来れたんだなっていうむしゃぶり、軽くむしゃぶり。どんな感じ？ということで FIFA21 をプレーする前にサポーターズトーナメントで優勝した高木さんと抽選を強運で勝ち取りましたマリッカさんにインセンティブがございます。こちらの動画をご覧ください。 FIFA フェスに参加してくれた皆様、こんにちは。オビパウエル・オビンナです。優勝者、そして抽選で当選された皆さん、おめでとうございます。皆さんに僕からプレゼントを用意しました。ゲームで僕や F マリノスを使ってみていかがでしたか？ FIFA でもっと楽しんでもらえるように僕たちもキャンプから頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ということでオビパウエル・オビンナ選手からのメッセージがありましたけど、僕からプレゼントということで、気になるインセンティブはオビ選手のサイン入りユニフォームです。おすごい。いいリアクション、はい、ありがとうございます、お二方。実はトロフィーもということで、はい、栗原さんと鳩さん、今お持ちですか？持ってますね。持ってますか。鳩さんにこちらを。めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね。見えますか？近くに。あ、綺麗ですね。見えます。はい。後日お届けしますよ。ありがとうございます。はい。楽しみにしてます。入場は自転車で運ぶんですかね。あ。
運ばないみたいな。運ばない。それがあったら、それは密着したいとこですけどね。ではお待たせしました、そんな栗原さんと、サポーターズトーナメントチャンピオン高木さんによる FIFA21 ガチバトルを開始したいと思います。よっ、言うと本気出せよということでございまして、リベンジリベンジ。栗原さんどうですか、サポータートーナメントのチャンピオンが相手ということになるんですけれども、うん、意気込みをお願いします。はい、でもリベンジしたいと思うんで、まあ、めちゃくちゃ強いと思うんですけど、はい、僕も1試合ごとに成長していったんで、その姿を見せて結果を出したいと思います。ここで勝ったらトロフィーというユニフォームを僕がもらえるんですよ。あらこれは今ちょっと高木さん引きつってましたサポーターズトーナメント優勝したんで、やっぱ予選で負けてる人には負けるわけにはいかないです、はい、すごいガチだガチだハンデとは言わないですけど、高木さんのフォーメーションだけ伺ってもいいですか。あらら、全然探り合いがいいですよ。何ですか。僕は442のフラットでいきます。あ、わかりました。442なんです。はい、影山さん楽しみですね。そうですね、 FIFA はやっぱりこの本当のリアルのサッカーと同じ戦術でもできますし、うん、はい、自分の得意なところとかを生かしたそのサッカーとかもできると思うので、いろんな戦術とかプレーが見れることが期待してます。そうですね、では高木さんはね4-4にフラットということでしたけれども、栗原さんはどうするのか。まだどうしますか。3バックできますかどうでしょうね。前2トップで来るっていうから2トップなので3バックで抑えるということですね。なるほど、数的優位な状況を作るということですね。あ、影山さんサッカーすごいですね。今回解説ですから、影山さん、はい、どんどん入ってきてください。お手柔らかにプレゼントくれたから帯にしときますわ。あ、そうそう、なるほど、はい、高木さんはこれですね、このシステムで来るとということで考えてますか、対策は。まあ大丈夫だと思います。うわ、問題ないと思います。負けんなよ。すごい。王者の余裕が。3バック、岩田、畑中、そしてチャゴ・マルティンス、右ウィングバックが中川、左が新加入エウベル、トップ下にマルコス・ジュニオール、2トップ、前田大然と、そして新加入のレオ・セアラという。ポイントはやっぱまともにやっても勝てない可能性高いんで、ちょっとこうフォーメーションで相手の嫌なところをついていければいいかな、はい、なるほど。じゃあキックオフということで、影山さんお願いします、キックオフの合図。はい、FIFA21 ガチバトル前半キックオフ、イエーイ、ということでスタートしています。ブルーのシャツが、栗原さんチームということになります。そして白いシャツが高木さんチームです。さあここからお前を前田が向いて木田、そして中川、うん、そして新加入南、細かくパスをつないでいます。そしてこう縦に持っていって中川、中川から裏取った。さあドリブルで一旦大前田大前から中入って、中川シュートを浮かしてゴール。開始8分です。高木さんの F マリノス先制点ループ。すごい、思わずうまいという、ね、声が影山さんから漏れましたね。はい、前にキーパーが出てきたところをしっかりと軽く浮かしてという、やっぱ落ち着きがさすがだなと思いました。あとさん、今のプレーいかがでしたか。いやいや、もう影山さんのおっしゃると落ち着きはあるんですけど、やっぱりこうイメージをね、うん、この指先で体現するのがすごいですよね。本当ですね。うん、ここで木田のクリアという形になりました、ね、栗原さんのチームです。何やった今。いや今そしてエウベルから裏へのボール、これ抜け出して中川切り返して左足、うん、木田のブロックです、うん、そして今度は高木さんの木田が縦に送っていく。高木さんチーム渡辺からフラッグ上がりました。オフサイドです。オフサイドという声がかかりましたけども、南の位置がオフサイド。影山さん白熱してますね。そうですね、もう早速本当にプレーの展開が早くて、うん、見てて結構ドキドキしますね。マリノスと同等でこうテンポいいですよね、うん、本当ですね。いやー、ハッコどんどん上手いな。大前、もう一度エーベル、さあ自分で持っていってシュートが来た。1点目、22分追加点です。すごい、あの辺のこうキュッてパットインして中に入っていくタイミングもいいね、うん、はい、うん、あ、渡辺
カットした。そして一旦下げる。木田からこれ繋いでエウベル。いったフェイントを入れて、これ今のは何ですか？キックフェイント？キックフェイント。パス出して南抜ける。南抜けてシュート来た。私も加入。エウベルに続いて今度は高得点から加入した南の得点です。今の南選手のあのセレブレーションは何ですかね。分かんない3点差になってしまいましたけども、ここから巻き返したい栗原さんチームです。いやまだまだありますよ、まだ前半ですから ね、 そうですね、はい、まだ前半30分です。あカウンターだ、高木さんチーム。おー木田からこれエウベルに入った、これは裏切った。さあドリブルで南、何このカウンター。南持っていって、ああまだすぐにシュート打たない。おこねます、こねて、そして中川使う。ああこれシュートブロック。ああ前田の落としですが、ああここはホイッスルノット。ほらエリア内。お、え？え？おっと。おっと。PK？ PK ですか？いやどうでしょうね、ボールには行ってると思うんですけども。右のピーキーになりました。さあこの PK、 これだったら右来るよ、右来んぞ。じゃあどちらか、この辺りは心理戦です。プレッシャーかけてる真ん中エウベル、おーうわーここがチップ、おー下から取れた。押し込んだ。あれしげさん怒りますね、多分しげさんぶち切れです。ぶち切れですね、あれはぶち切れですか。高木さん、新加入の2人エウベル、南結構使ってますね。すごい使いやすいです。使いやすいですか。エウベル選手が楽しみですね、これは。さあ中川仕掛ける、自分でまだ行く、持っていって、ここはオビキャッチ。そしてここで前半終了ということになります。何が違うんだ？差が開いてしまいましたけれども、高木さん攻撃目立ちますけど、守備の切り替えのところはやっぱやらさないですね。やらせないですね。ああもうなんかドヤ顔で今高木さんうなずいてましたけど守備はもう本当に失点しないような感じですぐに切り替えてっていうのは気をつけてますね。リアルマリノスですね、うん、なんとか5点取って、お5点5点取って、まず言うぞ、5点と言わずに1点返そ う、 そうまず1点からというところですが、はい、さあ後半スタートです。右にエンド、ブルーのシャツ、栗原さんチーム。ああ高いでカット、木田、木田が浮かす、シュートボレー、中川オフサイドだ、どうかな、狙い通りですか、狙い通りオフサイド、オフサイドトラップ、なんかハイプレスではないけど、なんかこうやらせないような守備の運転、うん、なんか前だから縦持っていった前田、さあ中へ、さあこのボール、いいボール入ってきた、マルコス・ニオール、あエウベルから左抜ける、こう前田大然、お入れ替わった、入れ替わって、もう一度縦に行く、また使ってきましたね高木さん、これ結構いけるんですけどね、ヒールリフト、ね、強いんですよ、強いんですね、ヒールリフトに行こう、ヒールリフトのやり方できるんですけど、それだけ、ね、普段能力がある数値がいいということになりますが、さあエウベル、おこう縦選択、あしっかりとここはこれはね、やっぱり言うとディフェンダーの選手でやらせないですよですね、しっかりと対応していました、うん、ちなみにですけれども高木さん、先ほどのヒルリスト の、はい、あのやり方を教えてもらいたいんですけれども、僕の攻めてる方向にボール持ちながら、右スティックを左右にやるとヒルリフトが出ます。わかりました。クレアさんいけそうですか。はい、やってみます何がこれから飛び出すか楽しみな残り時間ということになります。さあこれ抜けた、さあドリブルで南持っていく、南持っていってパスを選択、ファーサイドボレーだー、うわうま、決まりました、うまコーター、ここで水沼コーターボレーシュート見事に決まって5点目。コーターのこれセレブレーションリアルに見てみたいですね。見てみたいですね、すごかったですね。お父さんもびっくりじゃないでしょうかね。お父さんびっくりでしょうねはい、ありがとうございます栗原さん。さあ川山、そしてエウベル、新加入の2人でのワンツー、うん、ここは畑中対応しました。あおっとキーパーで見てますね前田自分で行く、ちょっと中を見た、今中4枚入ってきた、さあ溜めてから中どうかな、マイナスのボールコーシュート、あー
入りそうだった。うん、さあそして水沼抜いた、抜いてもう一度、そういうプレイヤーだっけ、ダブルタッチ、そしてなんかシュート、もう見せまくります、高木さんです。今なんかあの水沼孝太よりも水沼高志さんのようなプレーでしたね。お父さんのプレー、お父さんのプロプレー、はい、出ましたね。さあ残り時間少なくなってきました。アディショナルタイム、一報いたい栗原さんチーム、前田大然縦パス、カットチャーマルティンス、あとワンチャンス作れるかどうか、あ、ここでカットした、ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、ワンチャン、ここから行ってどうする、まだ行く、自分で行きました、チャーマルティンスだ。さあそしてここで試合終了の笛が吹かれました。結局は6対0、頭を抱えた栗原さん、栗原さんちょっと厳しいゲームになってしまいましたね。そうですね、ちょっと残念な結果になっちゃいました。ただいろいろチャレンジしてくれくださって見応えありました。ありがとうございます。でもマリノス勝ちましたからね。勝ちました、そうです、そうです、そうです。なんか今年のマリノスはアウェイでも強そうですね、これね。強そうですね。6点ぶち込みましたからね、アウェイで。ねえ。そうですね。はい、前半なんか最初先制点取るまで本当緊張してて、本当にちょっとブルブルだったんですけど、まあ、前半の最初に先制取れて、まあ、2点目取ってから本当落ち着いてプレーできたかなと思います。本当にすごいやってて、もうワクワクしかない。うん、もう、なんて言うんだろう。武者震い、それこそ武者震いが出るような、どんな感じ、まあ、あ、こんな感じです。分かってますね、高木さん、分かってますね、はい、あれ、マリッカさんもどんな感じですか。マリッカさんもこんな感じですね。おー、来ました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ全員でやっときますか、今度の新生、はい、新しい2021年シーズンの横浜 F マリノスの期待、はい、皆さんどんな気持ちですか。あれ、やんない、やんない、こんな感じということで、高木さんいかがでした今日の感想は。はい、本当に今日のサポーターズトーナメント優勝できて本当に良かったなっていう気持ちで、すごい終始楽しかったです。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。マリッカさんいかがでしたでしょうか。そうですね、オンラインのゲーム大会に参加すること自体が初めてだったんですけど、その家だからできるリラックスした気持ちでできて、うん、楽しかったですし、選手の皆さんともこうやってコミュニケーション取り、すごい本当夢のような時間でした。ありがとうございました。ありがとうございます。今はこのスタジアムに行けなかったりとか、なかなかこう現実では皆さんが壁をも感じてる中で、こうやってオンラインで、うん、その横浜 F マリノスが大好きな人っていう、うん、そのなんていうんですかね、それでつながれるっていうのを、その楽しさを改めて感じましたし、その FIFA ももっとゲーム楽しみたいなっていうのと、あと新しい新シーズンの、横浜 F マリノスの活躍もさらに楽しみになったイベントでした。はい、ありがとうございました。はい、本当ですね、ありがとうございました。最後に、栗原さんと鳩さんからサポーターの皆さんにメッセージをお願いしたいというふうに思います。選手たちは今も合宿中ですが、ものすごいいい感じで仕上がってるっていうことを聞きますし、去年は ACL もあってなかなか結果出せなかったですけど、選手はもうまた今年優勝を目指してやってるんで、サポーターファンの方一体となってまた優勝したいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。では鳩さんお願いします。はい、まずね、この FIFA21 を通じて周りサポの、その皆さんとまずこの一緒にこの時間を共有できたこと、ここはまず一つ本当嬉しいことでしたし、今シーズンのこのマリノスですけども、今雄三が少し話してくれたように、今石垣島キャンプですごくチームがいい状態、選手もすごく仕上がってきてるので、まあ今シーズンはね、2019年シーズンみたいにね、また頂点取れるようにね、我々も盛り上げて、そして選手たちはピッチで表現してもらって、また優勝できるようにやっていけたらいいと思います。はい、これからもマリノスを注目してください。ということで、横浜 F マリノス FIFA21 オンラインセレブレーションは以上となります。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこの辺りで失礼します。バイバイ。